さあ、今夜のプライムニュース大阪の橋本府知事にお話を伺ってきました。ここで。国家運営のあるべき姿とはどんなものか提言をいただきます。橋本さん、お願いします。国家運営のあるべき姿、ちょっとなんか。はい。まあ、僕の提言ということなんですよ。まあ、もう繰り返し言ってますけど<っ>も、とにかく統治機構を変えましょうと。うん、はい。 もう日本は今何やってももう本当にもうどうしようもない状態の場合にはやっぱりその根幹のシステムの方にですねやっぱり目を向けてその政治のシステムそれから国と地方の行政機構のあり方その仕組みの方にこれは地味な問題なんですけどもねここはもう権力の問題ですから政治家しかこれ手をつけれませんだから政治家はやっぱり日本のこの根本の国の形を変えるっていうところにこれはもう有権者から受け悪いですけどもこれもうやらざるを得ないと思うんですよね。 橋本さんその受けが悪いとおっしゃいますけれども、はい、本当に受けが悪いと思っていますかというのは先ほど民意を引きつけたリーダーが必要だというのは多分、橋本さんは圧倒的な支持を持って選挙に勝たれたというその自信があるからこそのお言葉だと思っているんですけどもその辺はいかがですかただ、大阪都構想に関しては、うん、この問題に関してはやっぱり府民の皆さん うん、よくわからないい僕の力不足でもあるんですが、ね、その意味で言うと、はい、じゃあ選挙で選ばれた例えばリーダーがその、まあ、完全に白信任をされたわけではないですよね、そういう意味においては直近の選挙とかです、ね、<え>議会からのチェックとかです、ね、<え>そういうものは絶対必要だと思うんですが、はい、そ,その独裁でも構わないというこ葉と直近の選挙による民意とか議会によるチェックというものを受け入れようとする姿勢がどうも矛盾しているように見えるんですがそこのバランスどうおとりになるんですか僕は独裁 独裁というものはそういう表現は使いましたけどもねそれは報道の自由徹底した報道の自由のチェックですねそれから議会のチェックこういうものをしっかり踏まえた上でそしてその一定の期間内であればやるかやらないかと言われればやる方を選ぶという意味でそのある意味習字として独裁という言葉を使ったんですけれどもねそれからこういう問題に関してはその白紙人ではないので。 その有権者に問わなきゃいけないということで今度の11月の27日えダブル選挙を仕掛けるわけなんですよ、これは僕は知事の任期を途中でまあ辞職をしてですねえダブル選挙に持ち込みますですから議論をし、これはあの僕もあのコメンテーターやってましたんでねあのコメンテーターの皆さん悪く言うわけではないんですけれども議論をするだけでは終わったら政治はだめなんですよね、やっぱりそれは実行しなきゃいけないんです、実行しようと思うと話をした上でそして有権者に問う。 この今、民主主義の,この国では有権者のこの票というものが最大の力なんですね。うん、ですから議論と力というものをこう両,両輪でやっていくのが政治だと思ってますから。うん こういう大阪都構想の問題についてはかれこれもう1年2年かけてずっとやってきましたので11月27、ここで大きな大阪府民の民意を得てですねそしてもう一歩進めていくこの繰り返してこの統治機構の変革を迫っていこうというふうに思ってます、はい、若松さん、今日じっくり伺ってきましたけど、うんまあ、やっぱり、まあ、ご覧になっている方もね、まあ、橋本さんのご意見に対していろいろ賛否あると思うんですけどただ冒頭、僕が申し上げたやっぱり非常に摩擦を恐れない自分のやろうとすることを明確に言ってそれに向かってどうせ非関係になったら自分はね行動する方を選ぶと。 まあ今のちょっとあの民主党の代表制みんなそれぞれが何をやりたいのかみんななんとなく小沢さんの顔色がかかっているところがあってそういう意味においては非常にまあわかりやすいなもうもうちょっと本当リーダー論をねあの今日は大阪党にあのかなり時間をちょっとリーダー論今後の政治論をねまあ次回はぜひよろしくお願いしたいですはいありがとうございますあのお知らせをさんであのいろいろメールも来てますのでお答えいただきます、はいはい、一旦お知らせです。 BS フジライブプライムニュースはセルフメディケーション健康から未来を考える対象製薬昨日まで世界になかったものを旭化成メルセデス・ベンツ WithYourLife 日本通運 水と生きるサントリーの提供」でお送りしました。 さあ今日いろいろメールいただきましたあんまり紹介できずすいませんま、えー、千葉県の60代の主婦の方からいただいています橋本知事にお聞きしますえ去年の民主党代表の折、小沢さんが確か国の形そのものを変えなくてはダメだと演説で言われていました今知事が話されているのは大阪のお話ですが小沢さんの考えに同調されますかまた国の形について小沢さんと話をされるような機会はありますかという質問です いやーあの僕の立場でその国政のそういう中枢のメンバーの方と直接お話をするっていうのはそれはなかなかあの僕ぐらいのキャリアでそれは無理ですね。機会もないですかあの別に小沢さんと限らず例えばあ,あのー、まああのいろいろ機会は持っていただいてますけれども、ええ、ただそんなあの気軽に何かお話ができるとかそういうような状況またポジションでもないですからね。うんうん、ただ国の形を変えるってのはやっぱり僕はね。 政治家しか国の形は変えれないし国の形を変えるっていうのは税金をどう使うかってそんなしょぼい話じゃないんですよ。国の根幹権力これの再配置そのシステムの再構築これが国の形を変えるってことですからこれを本当に政治家が。 もうとにかく、まあ,あまり命をかけてなんて僕はかっこいいことを言いたくないんですけどでも本当に政治家命をかけてでも国の形を変えていかないきゃいけないと一点、ね、聞かせてくださあの今、実際にこう指導者としていいろろ議会う向き合っている中で、まあ、よくあの中田氏は、ね、政治は、ね、数は力だという要するに自分を支持する議員、まあ、はっきり言えば、まあ、小沢さんはそういう手法を捉えているわけですけど実際にあ議会と向き合ってやっぱ政治は数は力だというふうにそれは一番重要ですよ。 麗事じゃないんですこれはやっぱりこの議員はみんな話し合いでやれって言いますけどもね選挙は戦いですからね勝つか負けるかそれで身分がなくなるかどうかっていうところを勝ち残ってやってくるわけですねうそしたら冷静なその合理的ないわゆるコメンテーターの学者さんのその冷静な議論だけでは収まりません好き嫌いもあり感情的な仕込みもありあいつを徹底的に叩きのめしてやろうそういう思いの中でこの議員というものは議会を構成するわけですよねそれはね。 権力闘争ですもん、そしたら最終的には民主主義の国ですから、最終的には数になってくるんです、しかしそれをあまりにも乱暴にやりすぎると、次、任意で落とされるという、これもまた民主主義なんですね、ですから、数は力なんですが、その力の使い方を誤ると、次は自分が落とされるという、非常にうまくできた僕は民主主義のシステムだというのを基本的にはおっしゃる通りでしょうん、ただ、ものにはやっぱり闘争に持ち込んだ方が良いもの。 それはもうおっしゃる通りであの話し合いをしなきゃいけないものは時間をかけてやらなきゃいけないものは僕は徹底して時間をかけてます。しししかしこれは気が,気が熟した あとはもう右か左決めるしかない、うん、といったときにはもうこれは突破していくしかないという,ふうに思ってますねこの使い分けをやらないと、うん、どこからあの新聞社がもういつまでたっても議論せ、議論せと新聞社の論説委員はもう年から年中議論していればいいですけどもね、うん、僕らは山ほど案件があるんですからこれはもう落としていく処理していくそしてこの問題については時間をかけていくこれがやっぱり政治のマネジメントだと思うんですよね。うんうん あの市民や有権者がその知事は焦ってるんじゃないかとかってそういうふうに思われる危具とかなんてあまり感じないですか政治家は焦らなきゃダメですよ<ー>そんなもん10年も20年も政治家やろうなんていうのは何にもできないですよ、うん、明日できないことは明後日もできないんですから、うん、だからもうとにかく僕は焦ってますもう4年がだから一気であのできる限りのことは全部やろうって思いでやってますんで、うん、それは焦りっていう風に感じるかもわかりませんが、うん、それぐらいの そのスピード感でやって初めて有権者の皆さんはあちょっと橋本頑張ってんじゃないのってそれぐらいのレベルしかこれはなかなか伝わらないんですね、うん、今の政治家は多分普通の感覚で政治をやってると思うんです、うん、だから有権者にそのスピード感っていうのが伝わらないんですね、うん、僕はやっぱり政治家っていうのは一挙を前提にとにかく焦ってもう主力を尽くしてその範囲でやれることはやっていくっていうのはこれは僕は政治家の務めだというふうに思ってます。うん 今リーダーが1年ごとに変わったりしてますけど総理はあの,どのぐらいのスパンが通常必要だと思いますか4年ぐらいがやっぱりちょうど国を変えるには8年でしょうね、うんうん、明治維新でも10年はかかってます、うん、最低でも8年,か8年がないと国を変えれませんそれそもアメリカの大統領の2期,2期8年というその数字と同じです、ね、そうですすねねそう1回、途中で選挙を入れる必要があっても8年は必要でしょうね。 今日は大阪富士と中継をつないでいろいろお話を伺ってきました橋本さんありがとうございました飯尾さんありがとうございましたそれではまた明日失礼します